那覇軍港の返還について、那覇港湾施設しせ那覇軍港は沖縄県那覇市にある在日米基地で、アメリカ陸軍が管轄している。きゅと通称は、那覇軍港で、アーミーポートあるいは、那覇、ミリタリーポートとも呼ばれた。施設番号は、ファク6064。国馬側の川口南側、明治橋の西側、北側には、民間の那覇港那覇埠頭、那覇港。 フェリーターミナルがある。また南側には陸上自衛隊な覇中トンチがある。2008年3月末時点の面積はである。2545メートルのバースを有し、2万トン級の船舶7隻が同時に接岸可能であった。ベトナム戦争時には重要な広報支援基地であった。かつては沖縄最大の軍港であったが、用地の部分変換が進められ、現在は 沖縄県内にある軍港としては、アメリカ海軍のホワイトビーチ地区に次ぐ規模である。移設条件付きの全面返還が日米間で合意されており、現在は全面返還に向けての準備が進められている。1945年6月4日、沖縄戦で米軍がオロクに上陸、以降オロク半島のオロク村は、そのほぼ全域が米軍基地として長らく接収されていた。 1972年の沖縄返還協定で、那覇軍港は、那覇港湾施設と解消。1974年代15回日米安全保障協議委員会、通称にプラス2が全返還に合意。その後、国道331号、国道332号の拡幅、那覇西道路の海底トンネル建設などのため、一部用地が日本側に返還された。 2001年3月1日、浦添市長の義間光雄が、那覇港湾施設の浦添市への移設要任を表明。以後、那覇港の浦添埠頭にを建設した上で、那覇港湾施設は全面変換するという計画で準備が進められている。2013年2月10日、浦添市長選挙で、軍港代替施設、受け入れ反対を公約に掲げた、松本哲次が初当選。 2015年4月20日、松本市長が公約を撤回、移設を受け入れると発表した。那覇軍港が活発に使われたのは1960年代のベトナム戦争。那覇市の中心に位置するにもかかわらず、原子力潜水艦も寄港しており、1968年に米原子力潜水艦が入港した際には、周辺海域から放射性物質コバルト60が検出された。 1972年以降は、オロク半島に密集していた、米軍基地は、現在、軍港を除いて、すべて全返換されたか、自衛隊基地として移管されたかのどちらかで、かつて軍港から普天間飛行場を経由してカデナまで、敷設されていた、そういう艦もすでに撤去されている。つまりオロクには現在、那覇軍港一つしかない。軍港としての機能は大きく東海岸の、 ホワイトビーチ地区に移行している。このような経緯から、70年代半ばからすでに、那覇軍港は、有給化していると指摘されており、那覇軍港は有給化しているので、即時無条件返還を求めるべきだ。国際法に違反して米軍によって奪われ、現在は有給化している、那覇軍港をなぜ裏添えに作らなければならないのか。即時無条件で返還してこそ、那覇市や裏添え市。 県の経済振興発展になるのではないかという意見が繰り返しなされてきた。日米地位協定第2条第3項には、合衆国軍隊が使用する施設及び区域は、この協定の目的のため必要でなくなった時はいつでも日本国に返還しなければならない。合衆国は施設及び区域の必要性を前期の返還を目的として絶えず、検討することに同意すると規定されている。 2020年11月16日、県議会のアメリカ軍基地関係特別委員会の議員らが那覇軍港の使用状況を沖縄防衛局に尋ねたが、防衛局側は入港した船のデータは2002年まであるが、それ以降は米軍はデータを公表していないと回答した。二千二十年十月十日、玉城デニー知事は有給化している軍港の先行変換を要求したが、 12日、加藤勝信官房長官は実際に使用されており、有給化してないと述べた。2013年、松本哲二市長は、浦添市移設反対を掲げ初当選したが、任期中に移設受け入れに転じた。2017年の市長選では後に、南側案となる新たな案を掲げて当選した。しかし、2020年8月4日、国側が浦添市のオス、 南側案は選択しないと拒絶。玉木ニー知事は15日、突然、代替施設の移設先について、国の考えを示したのは、大変遺憾だと国に不快感を示すコメントを発表した。毎年10月の体育の日の週に開催される、那覇祭りのメインイベントにあたる那覇対抗引きに、使用される世界一のギネス記録を持つ対抗は、1992年から、 那覇港湾施設の敷地内で制作されている。また、道祭りには、アメリカ軍関係者も数多く参加している。1947年から1950年までの3年間、米軍統治下の沖縄において、那覇軍港周辺地域に、米軍の港湾作業を請け負う、那覇港湾作業隊のための特殊行政区、港村が作られ、初代村長は、国場高太郎が就任した。 ありがとうございます。